昨日ですね配信をやってギターの練習してたりしていたんですけどそのまま寝てしまいました <laughs> マジ困った危なかったです 朝起きれてよかった。本当に。<laughs> ラーメン食べてない。眠いですね。 ギターを大いやいや <laughs> ギター泣いて寝れ,大寝ればよかった <laughs> 確かに確かに昨日はめっちゃラーメンの話をしていましたが今日は どんな話だっかなめっちゃ寝てしまったな 今はお布団の上で昨日のショールームの体制と同じ体制をしているジシ島系の野菜サラダ事情は実は気になりますね毎日夜出るやつね <laughs> めっちゃ出るやつねおお危ない。 そうそうそうう野菜出るんですよ返し巻けば結構なるようなやつね玉ねぎとか美味しいんですよ私野菜がすごい好きなのでなぜか。 野菜はもうむしゃむしゃ、全然食べれちゃうんですよ。うん、謎に。<laughs> <laughs> むしゃむしゃ。<laughs> 青虫あやです。ショールームで食べてるときにめっちゃパリパリ美味しそうだったなって。 私好きなんですよねなんか野菜コンビニとかで買っちゃうぐらい好きですなんか今日お昼コンビニだよってなった時とかも別になんかなんかわかんないけど野菜買っちゃったりとかするくらい好き <laughs> 最近野菜はあんまり家でご飯食べれていないのにね食べていないんですけど野菜というかあの野菜セットみたいなやつね鍛冶島家の野菜セットみたいなやつフフフコンビニでも何サラダがおすすめるって割とスタンダードのが好きかなあのツナと卵と コーンのやつ、私コーン好きなんですよ。あ、でもそうだあみちゃんコーン嫌いっていうのはマジでびっくりしたな。コーン嫌いなのわかんない本当に。私コーン嫌いな人いないと思ってた。<laughs> サラダパスタも食べるよ。サラダパスタだってあのごまだれの。 しャブシャブみたいなやつが好きです寿司屋でコーン食べるくらいまあねトウモロコシ苦手えー、どういう甘いどういう感じうんダメだ,めだ わかんないそのコーンがダメなあの甘さがダメなのかなだけどもフルーツみたいじゃないコーンってめっちゃめっちゃ甘くてさ美味しいよねまあそれは人それぞれだけどさめんたいこっちキンパした。 プチプチと甘さなのかねそんなに食べないあらそうかトウモロコシのスナック菓子あるねあやちゃん嫌いなものは生クリームです牛乳とか香りが嫌いなんですよね生で食べるコーンは最高確かにそれは美味しい確かに確かに これはありますヤングコーあ私も好きかなでもなんだろうヤングコーンをこう食べようってあんまならないからさ川島さんが生クリーム嫌いなると一緒だってえー、やっぱり香りとかなのかじゃあへえー、分かんないコーンってどんな匂いするか分かんない <laughs> 食べたことないないコーンだってあでもそっか生で確かにトウモロコシ確かに <laughs> 私も「コーン生いいよね」とか言ったけど確かにと取らないといけないのかそっかむずいなそういうとこに言ってるとちょっと得した気分なるほどねなんかちょっと豪華なイメージあるかも そそれこそ串揚げとかなのかな串揚げ嫌いを説明難しいまあね難しいよね生で食べれるよねヤングコーンコーンか茹でるのが地味に面倒だったりするなるほどねでも なんでうちコーン好きなのか分かんないわそういえば <laughs> ヤングコーンの串揚げえー、食べたことない食べてみたい美味しそうだなレストランに付き合わせでも出るきるようなあーなるほどね生じゃない方が好きへえー、生は品薄によるかとって 品薄によるかと品薄…あ、違う品種ね失礼しました漢字間違った品種によるかとって…あ、そうなんだへ品種が…まあ、それゃあるか間違った <laughs> 惜しい惜しかった品薄って惜しい惜しい ちょっと目が悪いかな。<laughs> そんな遠くで見てないけどね。<laughs> そう、今、本当にマジ品薄に見えた。どういうことだろうって思って。<laughs> あ、むっちゃ肘ぶつけて、今。 ヤングゴーンまあ美味しいけどねサラダはやっぱ大根だな大根って何でも美味しいもんな生でも食べれるしさトウモロコシ味が落ちるのがいいので当っててもっても,もう切っちゃったかしそうなほうすごいみんなよく知ってるんで味が落ちるの早いんだ 確かに。しなせの時だけ生で食べる子を <laughs> 確かに。わら。ローソン大根とワカメのサラダって。うわ、ローソン全然行かないんだけど。<laughs> 行きたい、ローソン。自ちの地域では夏に公園で焼きとうもろこし。すごいなの。公園で焼きとうもろこしなんだすごっ。 いいね私のまあ公園じゃないんだけど学校の通学路の途中に揚げパン屋さんがあって週週1ぐらいで揚げパン屋さんが来るっていうのねあったな。今もあんのかな 今もあんのかなあったら食べたいなまたこの間からあげくん食べたったがまああの日は行ったかな確かにでもあんまり行かないそうそうかんないローソンのサラダってどんな感じだろうって感じよいしょキッチンカーだよ揚げパン 揚げパンンキッチンかそうなの着てたで学校帰りってそう買っちゃダメなんでんか一回買ってからだといいよみたいな感じなんだけど結構みんな買ってましたよおいしいんだよ私はねそこでねきなこ きなこかシナモンかをね買っていたんだけどねあの一番人気があったのあのミルクティー味っていうのがねなんか飛び抜けて人気だった気がします学校でも揚げパン出たけどやっぱね出来たてはすごいおいしいマジでおいしい 多分全部の味食べたな、私。ミルクティーも食べた。シナモン、砂糖。ミルクティー、シナモン、砂糖、シナモン、あ、シナモン2回いた。ミルクティー、シナモン、砂糖、きな粉。ココア。だったかなもうちょっとあった気がすんな。なんでだろう。食べたい。ちょっと後で調べてみよう。ネットに。 ネットで調べてみたら出てくるかな神奈川の山の上にある揚げパン屋さんわざわざ食べに行ったえ山の上すごミルクティー屋じゃ食べれるんだ確かにミルクティーは嫌いなのにねでも確かってそういうの多いかも なんとか味とかは割といけんのかな確かにね、コーヒーのね、アイスとかも好きなんだよね。コーヒーは苦手だけど。うーん。謎だね。<laughs> 今日はパンが食べたくなる配信です。そうですよ。パン好きです、めっちゃ私。抹茶とかないって。うわ、見たことないな。でも、あったら美味しそうだよね、めっちゃ。黒糖。 うわ美味しい私黒糖あったら黒糖ばっか食べちゃいそう山の上ダムの近くにあった有名なお店ってへえすごい山の上に揚げパンやってどうやってと山を毎回こう登るの大変だね確かにモスのコーヒーシェイク モスバーガーはね結構いきますモスバーガーめっちゃリッチなイメージあるんだけどさ美味しいよねすごくポテトが太いしハンバーガーがなんかすごい美味しいイメージがあるモスはおはよううちの近所に有名なパン屋ができてめっちゃ行列できた へーいいななんか近所に有名なお店できたらすごく嬉しいよね確かに鬼ポテてもし食べにくいからだってそう家事口大きいからかな, <laughs> なか全然大丈夫だバク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 いけちゃうフレッシュでスバーガーに行ったことがありません私行ってみたいんだよね フレッシュネスバーガーってなんかめっちゃさめっちゃサラダ入ってそうすごい名前だけ偏見偏見がすごいわ美味 <laughs> おいしいパン屋の常連になってみたい美味しそうなパン音の匂いとかめっちゃ嗅ぎたいよね毎日高校の時もそれ3年バイトだってうわ モスでバイトしたい私もモスは食べにくく作ってるだってソースもデロデロんでだろうねえー、ってか私じゃあプロなんだ私すごい上手に食べれる <laughs> モスはホットドッグ食べちゃうってあおいしそうだよなら食べてみたいって思ってた野菜って わ確かにしっかりと言ってフレッシュネスバーガーってどんな感じすごい気になる店長にやつす存在しないバーガー作って食べてたってすご <laughs> ええ感じだった何かダブル卵とか食べたいダブル卵バーガー <laughs> めっちゃ卵好きじゃんあ卵でからしマヨネーズでレタスとあれがいいハンバーグあ 照り焼きがいい照照り焼き照り焼焼ききのお肉とあの卵2個とからしマヨネーズとか食べたいめちゃ美味しそう今度あれだねモス買ってくるえ待ってここら辺ないモスモスバがないわ。 近くカジマ家の近くにモスがないことに今気づいたチキンクリスプかと思ってあーからしマヨネーズねチキンクリスプめっちゃ好きだったし美いしいカジに質問待ってます照り焼きチキンをライスに挟んでいただいてえー、ライスなんだライスバーガー的なね ジャンクなのバーカーキングえバーカーキングマジで美味しいよねバーカーキング私もね好きワ,ワッパーってやつねワッパーウーバーはねできないんだ会し負け <laughs> モスライス食べたことない食べてみたいライスバーガーあんま食べたことないんだよな食べてみたいなモスなりバーガーがおすすめ まあいろいろあるから迷っちゃうんだけど、あれが好き。フィッシュバーガー。ちょっと全然違うとこ行っちゃったんだけど。そうそうそう。ワッパーは腹にたまるって。おおワッパーね。チーズワッパー食べてみたいです。ワッパーばっかり。 パーキンバーキン,バー,キンバー、バーキンね値段的にもちょうどいいだって。まあ、がっつり食べたいなって時にいいよね、めっちゃね。サブウェイだって。うわー、サブウェイ食べたい。サブウェイっていいよね、ほんと。なんか、ハンバーガーじゃないじゃん。サンドイッチじゃん。なんか急に。 なんかすごいサラダとかいっぱい入れたくなっちゃうよね表参道グラウンドの近くにモスがあるって。ええー、どこどこにあるんだろうハンハンってなんだっけフフフタテヤも間違だたなんだっけ上 函館だ。函館のラッキーピエロのハンバーガー。何ラッキーピエロってすごい気になるんだけど。どうしよう <laughs> 気になって眠れない。あ、朝だから起きてください。確かに。サブウェイ食べたいなカロリー見て満身して食べれるって。確かにカロリー出てたね。ポマックのポテトのエロ、L、って1000キロカロリーだった気がする。 エは自分ででカスタマイズききるるところが好わかかなんか自分の好きなのができていいよね千葉 <laughs> ってマックが多いイメージだっておーでも確かにあるよね結構ねそうね東京はでもなんか駅とかが結構近いからマックもそんなにいっぱいある感じはしないけどまあでもやっぱあるよねマックってね マックってやっぱナンバーワンなのかなハンバーガー界でロッテリア行ってみたいなあんま行ったことないかもポテトよりチキンナゲットが好きやってーお初めて会ったかもあんまりその話しないの、ね、で確かになるほどね私はもうポテトがめちゃめちゃ好きなんでな東京はいろんなバーガーショップがある分散 確かにそういうことねなるほどねた函館しかないハンバーガー美味しそうでアプガ姉さんも美味しいって絶賛していたのっていいなー食べたいな,なんか遠征とかを全くできていないのでね人気は結構そうなんだよねファーストキッチンのポテトめっちゃ好きわかるー ちかるアップルパイマックかな違うか <laughs> マックのアップルパイかなと思ってたすごいニッチやって確かに「バーガーキングとか岩手にはありませんでした」ってそうなのがまあ鹿冶島もね近くにバーガーキングはまあんまないんだけど都内に行った時とかたまーに食べるよね アップルパイおいしいよねわかる私結構食べるアップルパイ昔嫌いだったんだけどなんか急に美味しさを感じたアップルパイねすごいよね100円で食べるんだもん最近近所にバーガーキングできたっていいなーバーガーキング食べたいマックはあるよま近くはないけど車で行かないとないけど マックは食べに行ける距離ですすぐすぐ食べたいなと思って食べに行ける距離はマックにはあります逆だ距離にマックはありますかということで最後までご覧いただきありがとうございますなんか不思議な配信になってしまいましたけど楽しんでいただけたでしょうかてれん じゃん。面白かった。よかった。で、新宿にバーキンがなくなったって。ほう。バーガーキングはなー、なんか、あんまりいっぱいいないからね。食べたいって思ったら、こう、自分から行かないと、やっぱ会えないですからね、ほんと。急に終わる、確かに。 急に終わっちゃう朝目覚めましたか皆さん冷めてたらいいなファーストフードの話が素晴らしかったって確かにまた私その時代時代じゃない時間に沿わない話をするのが結構楽しいいいね占いだってどこにあるあった せーの。あ、大吉じゃん、すごい。見せ、見せたい。見せたいけど、見せられないじゃないか。大吉。ててる。おめでとうございます。今日のラッキーアイテムは。茶色の。食べ物です。 ハンバーガーガやんけ <laughs> ラッキーカラーは茶色です今日はいい日にな,れるなると思いますので皆さん是非楽しく過ごしていきましょうそれでは今日はこの辺でお手を拝借 <laughs> ハンバーガーあカレーもいいねカレーもそれハンバーガーやないか牛丼も OK で茶色丼も パーター以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ1話のあさんです。ありがとうございました。